ドック建造による進水式には仙台方式の華やかさはない。合図と同時に一斉に海水が噴き出して大きなドックを4時間余りで満たしていく。そして船はゆっくりと浮上。これが進水式。劇的なものは一つもない。それだけ造船そのものが機能化し日常化したのだろう。今では10万トン15万トンという大きな船も話題にさえならない。大型船はもはや常識になってしまったのだろう。船舶の大型化について平本教授は、大型化が盛んにやられているのはもっぱら原料輸送船の分野なんですけどね。特にタンカーにおいては非常に急ピッチだったんですが、そのスピードはそろそろスローダウンするんじゃないかっていうようなふうに私は思ってるんですが、鉱石船についてはやはりある程度その後ろについてきてたんで、もう少し大型化がなされると思いますが、船の大型化しますと地理的にですね、もう汽水は制限されてるんで100万トンを超えて200万トンとか300万トンとかそうはならないと思うんですが、まあそれともう一つは大型化による経済性って言いますか、それについてもだんだんある値に全時近づいていくっていうような傾向を取りますから、経済効果もそれだけ減ってくるという傾向にはあると思うんですが。